B リーグファイナル第1戦、琉球が千葉に勝ち初優勝に大手。バスケットボール男子の B リーグは今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第1戦が行われ、2回の延長にもつれる接戦の末、琉球ゴールデンキングスが96対93で千葉ジェッツに競り勝って初優勝に王手をかけました。 先に2勝した方が今シーズンのチャンピオンとなるチャンピオンシップファイナルの第一戦は27日に横浜アリーナで行われ2シーズンぶりの優勝を目指す千葉と初優勝がかかる琉球が対戦しました。試合は第1クォーター、琉球がジャック・クーリー選手やアレン・ダーラム選手の高さを生かした攻撃でペースをつかみ27対15と12点のリードを奪いました。 第2クォーターに入ると、千葉はキャプテンの富樫勇樹選手を中心としたスピードある攻撃で追い上げて、第3クォーターには一時同点に追いつく接戦となりました。 琉球が2点をリードして迎えた第4クォーターも一進一退の攻防が続き琉球が3点リードした残り10秒で千葉のビッグロー選手がスリーポイントシュートを決め土壇場で77対77の同点に追いついて延長に入りました。 5分間の延長では、両チーム5点ずつを上げて決着がつかず、2回目の延長に入ると、琉球は今村義行選手のスリーポイントシュートでリードを奪うと、勝負どころでも今村選手が得点を重ね、最後まで粘る千葉の反撃を振り切りました。琉球は96対93で、2回の延長にもつれる接戦を制し、初優勝にオーペをかけました。 チャンピオンシップファイナルの第2戦は28日午後1時10分から行われ NHK は総合テレビで生中継します。琉球今村責任と覚悟を持ってプレー2回目の延長で6得点を挙げてチームを勝利に導いた琉球ゴールデンキングスの今村義幸選手は試合を通してなかなか乗り切れない時間帯もあったが、 最後は自分にヘッドコーチと仲間がボールを託してくれた。責任と覚悟を持ってプレーしていることがファイナルで敗れた去年とは違う部分だと思うし、その気持ちがプレーに出たと試合を振り返りました。その上で優勝に向けて一歩近づけたことは非常に大きいが明日で決められる準備をしていきたいと気を引き締めていました。また、おけに大ヘッドコーチはまず一つ勝てたのが結果として良かった。 内容としても、選手たちがゲームプラン通り、千葉のトランジションとスリーポイントをしっかり抑えてくれたのが良かったと話しました。そして、初優勝に向けては、明日もタフなゲームになると思うが、勝って初めて自分たちがやりたいことを達成できる。選手たちが一番わかっていると思うので、またいいゲームをしてくれると思うと、選手たちへの信頼を口にしていました。千葉、富樫、ここでギブアップするようなチームじゃない。 初戦を落とした千葉ジェッツのキャプテンの戸樫勇樹選手はかなりタフで当たりが激しい第一戦だった。落としてしまったことに悔しさがあるが、ここでギブアップするようなチームじゃないので、今シーズンやってきたことを信じて、もう一度チームが一つになって、明日も戦えたらと思うと、悔しさをにじませました。その上でこれがファイナルで何もかもがうまくいくわけじゃないので、修正して明日に臨めたらなと思う。 やるべきことをやるしかないと前を向いていました。また、ジョン・パトリック・ヘッドコーチは遠慮なくスリーポイントシュートを打つのがうちのチームカラーなので明日ももう少しアクティブに行きたい。リバウンドの戦いに勝てないと試合にも勝てないと思うと修正点を挙げていました。